ルド大スタラジオわらじ今見まなかです。皆さんこんばんは。同じくワールド大スター静香役の長谷川いぐみです。この番組は演劇ガールズプロジェクトワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームで配信中、そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムも絶賛配信中です。今回の84回目はですね、はい、斬新斉藤さんからいただきました。ありがとうございます。8月1日は弘前ねぶた祭り開催の日ということで、青森といえばココナが育った地でもあるので、お二人が思う青森なまり風はどうですかっていただいて、確かにでも珍しいことが今思い浮かびまして、なんか出身というか育った地の方言が出てこなかったですね、アニメの中で。そうね、普通に標準語だったね、でも思いました、本当だとしたら間違ってたのかしら。確かにココナ風で言うなら全然なまんなくてよかったのかもしれない確かにね、でも本当イメージするね、なまりがのイントネーションがもう一緒っていう、ちょっと嬉しくなっちゃってって言っちゃったんですけど、多分これが青森じゃなかったとしてもあれになるそうかもしれないそういやでもいいな、なまり変な言語になっているお腹空いてますお腹空いてるお腹空いてます。これカトピーがね先週いただいたやつ、今回ちょいちょい食べるんですけどお願いします。そうです、あんま食べてるとか言わないでください。当たり前のことがこちら本当生活なので本当よろしくお願いいたします。じゃあやってこっかな。どうかね。ワールド大スターラジオわらじこんやんです。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールド大スターラジオわらじ。改めまして今のこれお願い組です。どうですか？水分が水分持ってかれますね。本当に喋るときに食べる食べ物がなかったかもしれないけど。どうですか、はじめさん。緊張してますか？緊張してます？してません。緊張してるやつは食べません。これ食べられません。確かに。近況トークのお時間。近況トークですね。どうだろう。最近別にこれといって話すこともないんですが、でもこの間初めて爪むけたね。え、どういうことですか？爪剥がれたね。え、どういうことですか？どこですか？足の右足の小指。いやー、大丈夫ですか？大丈夫。よかった終わりそうなんかもう夜中にさ、もう2時3時ぐらいにさ、さすがにもう寝るかと思ってさ、ダダダって歩いたらさ、ベッドのとこにガーンって小指ぶつけて「いった!」と思って「ひたまた足ぶつけちゃった」、よくぶつけんだけど小指なんかぶつけちゃったと思って床見たら「あれ血が出てる!」怖いってなって、小指から血バーッ出てて。ずっと抑えながら「やばい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 」とかって。いや、それ焦りますね。そう、どうしよう、これ爪って剥がれた時どこに行くのみたいな。確かに。何かみたいなわけでめちゃめちゃ夜中にもう寝ようとしてたのに、何か何かみたいな。形成外科の人と皮膚科の人となんかもバーって出て、でもじゃあ明日の朝行くか仕事前にって思ってさ、行こうと思ったんだけど、もう爆睡しちゃってね。あらら。大丈夫なんですか？それ止まった状態で寝たんですか？血は。そう、止めてもう絆創膏巻いて寝て爆睡して、あれ病院行けないわって仕事行って。でもさ、爪ってさ生えてくるから。確かに。でもお風呂とか怖いですね。お風呂ね、全然痛くなかったの。でも絆創膏したから。あ、それもあるんですかね。で気づいたら全然痛くなくなって、痛くはそんななかった。そんな痛くなかった。本当最初だけあってなったけど、ぶつけた時のそんな。そう、ちょっと焦った。マジで血出てると思って。ちょっと何食べたら早く生えてくるんですかね。分かんないでももう生えてるよ。あ、本当ですか？この間だけどもう全然。すごいすごい。そうもうこのまま順調に生えていただいて、順調にすくすくと、うん、爪が生えていただければなって思います。はい、そんな感じ。すごいですね。どうですか。でも本当平和です、私の毎日は。よかったです。悪夢見なくなりました。悪夢ははい、減りました。あ、減った。見てはいるということで、ね、見てはいますけど、でも平和そうならよかった。減ったし超平和ですね、うん、本当に最近はでいろいろあるんですけど、こう話そうと思ってた近況が、うん、じゃあちょっと弱めのやつにしますね。なんだっていいよ。うちの井戸ちゃんが、うん、最近猫吸いをすると、うん、こう私ここ吸うんですよ、ね、猫の頭頭頂部もうめっちゃいい匂いするんですね、でそれでもう吸って「あいい匂いあいい匂い」って言ってやるんですけど、それが、うん、なんか今までほんとなんか「うん」って感じだったのに、今イトシャンがイトシャンがなんか「うん」みたいな感じだったのに、最近なんか「え？」みたいな「えそうそう」みたいな感じ混ぜてきてるやん。だから分かってるんだろうなみたいな。でしかもなんか機嫌ちょっと悪いと尻尾パタンパタンするんですよ。だから胴体触りたくて「うん、あーわいとじゃん」とかやるとなんかもうバンバンバンみたいな尻尾やるんですけど、うん、もうバンバンってやったらもう触るのやめなきゃいけないんですけど、うん、でもそんな中で私がこう頭から行くんですよ。そのバンバンなったなってなったら、もうじゃあ匂いだと思って、うん、もう背中に「うん」って「うん」ってやって「あいい匂い」って言うと、うんそう機嫌よくなるのちょっとほなええか。でも逆に猫ちゃんうんちするじゃないですか、うん、でうんちすると私毎回「すごい!」ってやるんですよ、うん、元気なうんちすごいよとか言って、もう天才、そんな元気なうんちこんな綺麗にできる猫そうそういないよとか片付けるんですけど、結構本当になんだろう、やっぱ食べるもので、うん、肉食だから、うんうん、まあ、もちろんキャットフードをあげてるんですけど、うん、人間ぐらいの香りなんですよ。あ、そうなんだ、うん。でたまになんかほんと「おうおうおう」って言う時になんか口が滑っちゃうんですよ。うん、あくしゃいくしゃいいとじゃんうんちしたくしゃいとか言うとなんかすっごいはぁ理解してる、うん、えもう最悪なんだけどみたいな感じの顔で「臭い」とか言う普通。いやほんとだから「ごめんね」って「いい匂いいい匂い」とか言うんでだから臭いとかいい匂いが分かってる説あるんですよね。確かにその的中率だとなんか分かってそうだね。うん、本当に。でね、しかも結構頭がいいんでね、猫ちゃんって。まあ表情とかもね、なんとなく把握してることね。だと思います。本当なんか最近は可愛いとか大好きとかそういうのはもともと分かるんですけど、もういい匂いがそれに追加されたんじゃないかと思って。ほっこり。可愛いね。超可愛いんですよ。すごいどんどんレベルアップしてるんだ、イトちゃんも。レベルアップしてます。いいね、平和な日常だね。これからも吸っていこうと思います。猫を吸っていく。吸ってください。吸って悪夢を消していければなって。確かに。安らご。じゃあちょっとお便り読んでいきましょうかね。緊張る田所さんからいただきました。ありがとうございます。長谷川さん、岩見さん、こんばんは。こんばんは。わらじ第1回からのヘビーリスナーです。おお、自分で言ってる。まあでも第1回からすごいね。ずっと聞いてくれてる。84回ですからね。普段聞き戦なのでメールを送る機会がなかったのですが、これは送らねばと思ったのでメールをしたためさせていただいてます。80回の放送で岩見さんが悪夢を見続けているとおっしゃっていましたが、自分も最近2ヶ月ぐらいずっと悪夢を見てしまっているのです。大丈夫？2ヶ月？2ヶ月大丈夫？やばいね。そのせいでよく眠れず、このままではまずいと思い、なんとか悪夢を見ずに眠れないかいろいろ試してみました。眠る前にお腹いっぱい食べてみたり、なんかちるい感じの音楽を聞いてみたり、猫を思いっきり吸ってみたり。結果、無理でした。今でも元気に悪夢見ています。もう諦めてホラー映画でも見るつもりで、今日はどんな悪夢かしらとワクワクしながら眠ることにしています。前向き。イトちゃんじゃどうにもならないかも。いや本当でもイトちゃん本当にね、そうですよね、うん、だから本当にもうホラー映画を見るつもりに切り替えていると。本当に、うん、いやたまにでもイトちゃんもちょっとなんか悪夢見せてくれる時があるというか、朝起きるとこの重たくて寝てるとなんか苦しい苦しいみたいな夢の中でうわ苦しいぞって言ってパッて起きると、ここにイトちゃんの顔があってこう下から見る猫、このアングルでフンスフンス猫の鼻息がでも天国だよね。もう悪夢からの「エイトちゃんだったの」みたいな、で猫の鼻息をなるべく吸うっていうかエイトちゃんの一回肺に入った空気を吸いたい。ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど、エイトちゃんの二酸化炭素だと思って。ペット飼ってる人のわかるんですかね。私重めないで理解できないですよね。でもちょっと心配よ、2ヶ月も。本当ですよ、よくぞって感じですね。ちょっと大丈夫かなね。いや本当なんかでもなんでしょうね。でも特に別に何があるわけでもないんですよ、本当に。でも暑さですかね、もはや。じゃあ暑さでね、暑いことぐらいしか嫌なことない。確かにね。しかも確かに緊張さんもここ2ヶ月だから、確かに2ヶ月前ぐらいからちょっと暑くなり始めてはいる。でも暑いと体力めっちゃ持ってかれません？確かにね。ちょっと歩いただけでみたいな。それですね。じゃあでもなんかそれきっかけでこのヘビーリスナーのね、キンチョールさんがメールを書く気になってくれたのちょっと嬉しい。出会えたから本当頑張ろう。一緒に頑張ってこうな。また引き続きあります悪夢のメールが。おいおい。わたるさんからいただきました。ありがとうございます。マナティはずみさんこんばんは。こんばんは。マナティが悪夢にうなされているとの話がありましたが、普段趣味で夢占いをしている自分からアドバイスをさせてください。夢占いをしている自分が夢占いする側？その夢はですねってことですか。まずここで言う悪夢とは、見ている本人が不快感や不安、恐怖を感じる内容の夢という意味でこの話を進めさせてもらいます。もちろんです。もうその認識でおります。こちらもですよ。はい、悪夢を見るというのは日常における精神的なストレス、または体の不調から見ることが多いです。そうなの、例えば風邪で寝込んでいる時に見た夢の内容があまり良くなかったという方もいらっしゃると思います。確かに確かに。声優あるあるとして、マイク前に立った時に自分の台本だけ何も書かれていない、なぜかセリフが全く出てこない、こういった夢も仕事から来るプレッシャーやストレスの影響で見ると考えられます。ですので悪夢を見ないようにするためにはストレスの原因を断ち、心身ともに健康になる、そして睡眠の質を上げるのも大切です。ストレスというのは自分で気づかないうちに受けていることもあるので、どこかで無理をしていないかなど今一度自分を見つめ直してみてください。先生、私何が辛いのか教えてください。逆に見つめ直してみてください。あ、でも確かに仕事系はないかもです。悪夢の。そこじゃ仕事じゃないんだ。私なんかそれのシリーズで言うと、なんか最近は別にそういうの見ないですけど、電車とかにこうなんかパスもチャージみたいな、一生できないみたいな、一生ピンポンピンポン、あ、通れないってことね。やばい、もう仕事行かなきゃいけないのに、そういうのも見たりします。何なんだろうね。何なんでしょうね。でも何かはあるんじゃない、その画期的な解決策。解決策来てる？嘘！もうありがとうございます。すいません、本当わらじで私の悩みを。ラジオネーム最近のアニメの凄さにハマったアラカンのおじさんです。いいですよね。本当にめっちゃアニメはいいですよ。偶然第80回のわらじを聞き、ラジオコメントなど何十年ぶりなのですが、岩見さんが心配なので書かせていただきます。みんな、怖い夢を見ると岩見さんがおっしゃっていましたが、私が子供の頃に親から言われていた2つのことがあります。何迷信かもしれませんが、まず寝るときに北を頭にして寝ない、北向きに寝ない。そしてもう一つ、仰向けでお腹に手を当てて寝ないです。ヒットしました。その子供の頃に怖い夢を見るときは決まってその仰向けでお腹に手を当てて寝ない。この2の時、金縛りにあった時も2でした。この仰向けの。人によるのかもしれませんが参考になれば幸いです。鳥肌立ちました。もしかしてあなた？私結構寝る時の癖って周期的に変わるんですけど、基本は横向きとかなんですよ。でも最近、本当に最近、なんかこうやって寝るんですよ。仰向けでお腹に。それだ。おじさん。おじさん、解決するかも。解決するかも。それだ。すごい。びっくりした今。おじさんというか、おじさんの親。おじさんの親。親から言われていたから。おじさんの親。ちょっとこれまたやっぱ重さなんですかね。あ、そうかもね。負荷かかっ、そうかもそうかも、それだ。押し付けられてるような気持ちになるんじゃない？あ、私金縛り一回だけある気がするんですけど、その時も確かに本当にもう仰向けで多分そうですね、こうやってたな。ちょっとこれ信憑性あるかもしれない。ありがとうおじさん。さっきの夢占いはあ、おじさんありがとう。おじさんありがとう。本当にありがとう。ありがとうね。今日からちょっと横向きで寝ます。いやでも本当にみんな心配してくれてるから。ありがとうございます。すみません、心配かけても超元気なんで、心身ともに本当に心配して。夢見てる瞬間だけがちょっと夢だけ、本当に人生で夢だけが辛かった。すごい。でもちょっとまたなんかもしなくなったらまた教えてくださいね。これやめたら確かに本当にまた、いや本当この番組やっててよかった。ありがとうございます。皆さん引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。ではここで一曲お届けしたいと思います。筆島しぐれ CV 吉岡真也で水着はパーティー、水着でファニー。バラジ。続いてはこちらのコーナーです。私も○○大スター。はい、センスを競い合い演じ手の頂点を目指すワールド大スター。このコーナーではこの分野なら誰にも負けませんというリスナーの皆さんのセンスを紹介していきますよ、じゃあ紹介していきましょう。ラジオネームポケットに七草がゆさんからですはい、僕はひらがなのお大スターです。何を言ってんだ。自分よりうまくおをかける人、万が一いらっしゃいましたらぜひ対決したいです。対決始まります。今からいきますよ、いきますよ、せーの、お。いやちょっとイルカも結構そうでもないぞ綺麗よ、綺麗だけど、綺麗綺麗綺麗な字だよ、綺麗な字ではあるけど、ま、見たことあるだっていきますよ、だってこの4つの「お」の中でもこれが一番綺麗とかありますもん。だってそのね、ポケットに七草がゆさんのその日のコンディションの「お」がこれだとしたら、次の日の七草がゆさんの「お」には勝てないわけですからね。なんかこれすごいずっと見てるとなんだこれって思って、そうゲストル動画してきてない、おってこんなずっと見てるとなんかおってなんだろう、こんな字あったっけって思わないこれなんか漢字の犬みたいに見えてくる瞬間もある。それこそやっぱ書道家とかやっぱね、字をてかもう赤ペン先生とかうまいですからね。そうです、昔皇室とかやったじゃないですか、皇室の人とかそうですよ、うちの私の小学校時代の担任の先生、国語の先生、川上先生にも勝ててないかもしれない。川上先生黒板に書くのでめちゃめちゃうまかったんだからね。うちの谷川先生も、谷川先生の「お」の方が綺麗だったかもな。いやでも上手ですよ。いやでも上手、マジで上手。本当に。だって私ポケットに七草がゆさんがこんな「お」を書く人たち知らなかったんで。でも綺麗綺麗綺麗だけど本当にわけわかんなくなってきた。すごい。てか「お」限定なんですかね。「お」以外は？書いてみとか言われました。いやちょっと待ってください。「お」を書きますを今から。怖い。こんな緊張して書く「お」ないよ。私別に本当に字汚いんですよね。私の「お」はこんな感じ。あ、かわいい。かわいいの、私の。かわいい。かわいい大スター。お、かわいい大スター。あ、ちっちゃ。ちっちゃすぎる。あ、もうあんたのサインじゃないか。あなたのサインだよ、これ。これ、いきますよ。うん。サインできそう。あ、いけます、いけます。あ、いけちゃった。もうサインして、これで。すごい。これ私のサインです。あ、俺サインできちゃった。サインできちゃった。私のおはね、ちっちゃすぎてみんなに見えないと思うんですけど。でもでっかく書いちゃったらさ、ちょっとまたそれ違うじゃん、なんか自分の字じゃん。ちょっとキャップ消えました。キャップしちゃう。こう。あ、これなくした。キャップ今一瞬の間なくしちゃったと思った。え、私の「お」も綺麗なんだけど。あ、でも「お」も綺麗です。本当もう何が「お」なのかわかんないですけど。あ、面白い。いや、でもね、マジで綺麗。いや、でも本当なんかごめんなさい、おおばっか送られてくるようになっちゃいますよ。対決を申し込む方。そうだよね。多いかもしれない。高校生相手に。高校生？ごめん。上手だよ。上手。高校生なのにあんた上手だね。待ってください。そこまでの年じゃない。そこまで幼くはないですよ。お、覚えたてだからね。そこまでじゃないです。16歳なんで。でも高校生男子ってことよ。いや、マジで高校生男子でこんな綺麗な「お」書いてるやつ見たことないわ。確かに。え、だからもはや「お」以外も見たい。高校生部門は1位だよ、これ。男子高校生部門1位。絶対1位ですよ。え、「お」以外も見たいです。確かに「お」以外に得意な字が。だってそれより違う字は。急に日本語下手になっちゃった。じゃあ終わりにしましょう。大スターです。男子高校生1位。はい。すごい。じゃあ続きまして、ペンネームカンタムロボのヘアバンド好きさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうみちゃん、はせみさん、こんばんは。こんばんは。初メールです。ありがとうございます。私は郵便大スターに立候補します。私は配達関係のお仕事、過去郵便局をしているのですが、郵便物を持った感覚で料金がいくらかわかります。こういった郵便物を持たせてもらうと感覚だけで何円か分かるようになりました。なりました、まだ社会人4年目だそうですよ。社畜になってるようで嫌ですね、わら。そんなことは置いといて、ぜひ大スターに認定の方よろしくお願いします。あ、こういうのを持っただけで120円、580円、84円、94円です。すごー。え、すごー。すごいね。え、すごい。え、サイズもわかるんですかね、やっぱこうなってくると。すごい。やっぱそういうのってきたわるも。じゃあもはやお菓子作りも大スターになりうりますよ。確かに。だってこんな、これでシュシュシュってやったらお菓子の量り売りとかもさ、なんかこうやって入れたらできますよ。もうこれ以上入れたらいくら超えちゃうぞとか。これ25グラム、あ、26.5かみたいな感じになってきますよ。なるかもしれない。すごい。すごいね。これは大スターですね。一生懸命仕事した証拠だよ。すごいわ。体には気をつけて。大スターです。大スターです。感覚磨いてってください。はい、そんなところで時間が来ましたので、ここまででございます。以上、私もまるまる大スターでした。ここでワールド大スターからのお知らせです。テレビアニメ「ワールド大スター」と江戸町台東芸楽祭とのコラボイベントが9月22日日曜日、水上音楽堂にて開催予定です。出演は私、大鳥ここな役の今見真中とカトリナ・グリーベル役の天木サリーさん、そして柳葉パンダ役の大空直美さんです。チケット先行抽選販売の受付が8月4日日曜日までとなりますので、この機会をお見逃しなく。10月6日日曜日、恵比寿ガーデンホールにて音楽ライブイベントの開催が決定しました。題して「ワールド大スター合同音楽公演 in 恵比寿ガーデンホールグローバルステージ」。出演はカトリナ・グリーンベル役天木サリーさん、さすが千佐役佐々木理子さん、ラモーナ・ウォルフ役田中みな実さん、リリアクルトベイ役安西ゆかりさん、ワン主演役花井美晴さんです。続報をお楽しみに。そして昨年11月に豊スピットにて開催されたワールド大スター劇団シリウス主催合同音楽公演 in 豊スピットワナビーアスターソワレ公演の模様を収録したライブブルーレイが10月6日に開催のワールド大スター合同音楽公演 in 恵比寿ガーデンホールグローバルステージの会場にて販売決定しました。当日の様子を余すことなく収録したファン必見の1枚となります。ぜひゲットしてください。ワールド大スターキャラポップストアがアトレ秋葉原2階で開催中です。夢捨てのさまざまなイラストや書き下ろしイラストを使用した新規グッズの販売や必ず景品がもらえるミニゲーム劇団電気のディスティニーガラポンもご用意しております。さらに今回は夢捨て1周年を記念してアトレ秋葉原をワールド大スターでジャック中ですので、ぜひこの機会にお越しください。次に夢捨て情報です。現在イベントプールサイドセッションが開催中です。簡単にあらすじを紹介します。うだるような暑さの中、小学校ではプールの授業が始まり、水泳のテストが控えていた。泳げないしぐれはテストの中止を願いあれこれするが、ニカ子が泳ぎを教えると申し出て、頑張れしぐれ、楽しめエデン、ひとときのバカンスを描くイベントとなっております。イベント楽曲には筆島しぐれ CV 吉岡真也さんが歌う水際パーティー水着でファニーが登場しております。またゲーム内では夢捨て1周年を記念したログボやガチャのほか、シリウス第3章追加を記念した夢フェスガチャやログインボーナスなども開催中です。夢フェスガチャについては明日8月2日17時までの開催となっているため、まだ確認していない方はお気をつけください。その他1周年を記念したキャンペーンもまだまだ開催中です。夢捨て公式 X など各 SNS にてキャンペーン情報を公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ワールド大スターからのお知らせでした。ワールド大スターラジオわらじ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますので、お好きな方でお楽しみください。アーカイブはワールド大スター公式ホームページのラジオの項目からも飛べますので、ぜひチェックしてください。そして8月25日日曜日に開催されるわらじプレゼンツワールド大スター朗読劇わろうについてのお知らせです。明日8月2日昼の12時から、会場チケットの一般販売が決定しました。さらに今回の公演について配信チケットを販売することも決定いたしました。こちらも明日8月2日昼の12時からチケット販売開始となります。詳しくはワールド大スターの公式 X と BS11 のイベント特設ページをご確認ください。ということで今回の放送をお送りしてきましたが、はい、ほんとなんかもう1個悩みが解消されました。うん、確かそう、ちょっと試してください。ぜひ。本当なんかすごくないですか。なんか悩みあったらここで。確かに前もなんかあったよね。いろいろ。前もなんかありましたよね。何かでめっちゃ送ってきてくれたことは。プリンですね。プリンもあるし、なんか別のもあった。別のもありましたよね。あった。なんかみんな情報くれる。みんななんか嬉しいですね。なんか。物知りだねみんな。うん。本当なんか。100人集まりゃ文殊の知恵みたいになりますよね。なんか聞いたことある。いや、なんとやらみたいな、そういうことで。そんなこともあります。はい、そんなわけなんで。尺どうですか。十分ですか。いいって言ってたんで。じゃあもう終わりにしたいと思います。この時間のお相手はワールド大スター大鳥ココイナ役の岩見もなかと鈴木役の瀬川郁美でした。せーの、バイバイ。この番組はゲームアプリワールド大スター。夢のステラリウムの提供でお送りしました。本当に奏でましたね。じゃあ私です。そして。私おまけですじゃあどうします？今日何やります？食べます？あ、食べましょうよ。後で食べます。何も言えないね。仕事しましょうって言われちゃったらその通りすぎる。そうですよ。じゃあこれを読みます。何のメール？あ、いいじゃないですか。いきます。ラジオネームすみれからいただきました。すみれ、こんばんは。私は育美がアップルウォッチをつけてる姿を見て夏の訪れを感じるのですが、お二人が夏が始まったなと感じる瞬間はどんな時ですか？本当に意味わかんない、こいつって本当にすみれは本当に、すみれって本当に意味わかんないんだから大好きですよね、はせみさんのこと。いや、まなかちゃんのことも大好きだからすみれってなんか詩人なんですけど、アップルウォッチをつけてる姿を見て夏の訪れを感じてんのだから風鈴とはせみさんのアップルウォッチは本当に確かにそのすみれにとっちゃ一緒なんですよ。前回の日本撮りの分はつけてました。今日もちょっとつけようか悩んだけど今日はつけてないですね。確かに今回ブレスレットで、そうですね、だからちょっと秋かもしれない秋の訪れかもしれないですけど、進んじゃったかもしれない。すごいな、あなた私のアップルウォッチでちょっとこれから気にしちゃうよ、来年とか。確かにまだ今日まだかみたいな、6月まだあたりからなんかちょっと早いかまだかって面白い。なんでこんな導入の文章思いつくんだろう。え、本当なんか文天才ですよね。なんだっけ、夏の訪れを感じる瞬間、夏が始まったなと感じる瞬間、なんだろう、なんか汗かいた時。私年中はせっかきだからなあ、それで言うと私もずっと夏かも、ずっと夏かもしれない。なんか吸う空気が熱く感じた時。あー、でも確かに私なんか空気あるかも。なんか家出て外出た時になんか何とは言えない空気感が、あ、夏になったって思った。いつ頃か覚えてないけど、そうでもね、なんか梅雨明けから暑くなるイメージでしたけど、まあもう全然今もうまだね、開けるの逆に怖いぐらいの。そうだね、確かにこっからさらに行かれたらもうどうしようもない。どうしましょう、本当にって感じですよね。私のアップルウォッチのせいで訪れちゃって。いや、つけてください、ぜひともこの夏の間。そうね。続いてお茶飲みたいさんからいただきました。ありがとうございます。飲んでください。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。この前父が東京で試験あるからお前ん家に前泊させてと言ってきました。私はもちろん OK し、せっかくだし朝から来たらと言うと、いや試験で東京行くのに早くに行くとお前と遊んでしまう。かわいい。そう、父が東京で試験がある、何なんだろう。確かに何の試験だろうね。東京行くのに早くに行くとお前と遊んでしまうと言ってきたんです。愛おしい。私はてっきり遊んでくれると思ってその日のバイト休みにしてもらったんですけどね。ちょっと何、反抗期の頃あんなにうざったくて大嫌いだった父、自分が実家を巣立ってからは愛おしくてなりません。これが大人になるってことかとしみじみしています。さあお二方、私の愛おしい父の話と引き換えにぜひ平八郎さんやおいめいちゃんのお話を聞かせてください。私はお二人のご家族親戚ほっこり話が大好きなんです。人質じゃなかった、引き換えだった。やめてください、うちの平八郎人質にしないでください。平八郎なんていつだって可愛いからな。いつだってよマジで。本当いつだって可愛いからな。なんか私のまあ特に姪っ子はなんかなんだろう、私が作品で例えば曲出すっていうか歌ったりとかすると秒で覚えるの。もうずっと聴いてんの。可愛い。そう今も本当にエンディング歌わせてもらってる楽曲があるんだけど、アニメでそれも本当に超スピードで覚えてずっと繰り返し聴いてるんだよっていう。歌がうまいの血筋ですか？血もあります。でも歌好きなんだろうね、だから。そうなんだ。うちのお父さんとかもさ、なんかさ、歌っていうか、まあ歌も好きだと思うんだけど、まあ歌ってるとかあんま見たことないけどね。ギター昔とか今も趣味でやったりとかする人だから、割とこう音楽うっすらね、がっつりはないけど、なんかうっすらもしかしたら音楽好きな、もう受け継いでみたいなあるのかもね。可愛い。どう最近の平八郎。いや、会いました。私最近実家帰って、お泊まりさせてもらったんです、実家にね。そしたらなんかその次の日の朝、お家出る前になんか母が平八郎と咲子に電話かけて、愛菜ちゃんちょっと今お家いるけど来るって言って、そしたら秒で来てくれて、かわいい家超近いんですよ。でなんかそこでいやでもこれ平八郎っていうよりかはこう咲子の可愛い、まあ咲子でもいいよ、なんか私はねみたいなやっぱおばあちゃん同士で集まると孫自慢が始まるんですって。でなんかほんとお母さんはほんとなんかうちの孫が一番可愛くて一番すごいんだからねって思ってるんだけど、でもお母さんはそういうこと言わないの、心の中だけでそうやって言って、であらーってみんなの孫を「いやうちは」って「うちはもうそんな」とか言って謙遜しちゃうんだけど、でも本当はもううちの子たちが本当はうちの子たちが一番可愛いと思ってるし、でもお母さん周りには言わないのよってこういうのは言わないけどって言ってる咲子の隣でお父さんが平八郎がなんか「何？」何言ってんのそう、うちはそんなっていうことにちょっとさ、罪悪感もあったのかな。いや、まあそうなのかもですね。孫に対するなんか、でもなんか謙遜しちゃうのもわかる。わかるわかる。本当はもうあなたたちうちの孫たちが本当に可愛いから。だってどの家もそうなの。その集まってる人たちが絶対自分の孫が一番だって思ってる集まりだから。そうなんだよ。本当でもなんかそういうのほっこりするなってこう。まあだって私だってうちのおいめいが一番可愛いと思ってる。そちらも可愛いと思いますけれどもみたいな感じになりました。いや本当私だってうちのいとが一番可愛いと思って生きてます。みんなそう、みんなこれ他の人も褒めつつでもうちが一番ですけどねっていうのを抱えてみんな話してるから。そうでもそれを伝えてくれるのがすごく可愛いなと思っちゃいました。可愛い。はい。でもお父さん可愛いわ。お茶飲みたいさんも可愛いですね。お前と遊んでしまう。可愛い。でもなんか自分はバイト休みにしてもらったんですけどね。何よそれ。もうやばい。いっぱい遊んでください。試験終わったら。いやもう確かに。でこういうのいっぱいください。ね。確かにみんなの家族話ください。はい。そんなわけでじゃあまたみんな元気で。何にもない。バイバイ。